はい、どうもセイディです。 MJ やっていきましょう。今回も昇格を目指して団員認定戦やっていきます。で、前回前々回とね、争奪になってないんで、まあ、今回3度目の正直ということで、争奪になれば、昇格のチャンスですね。では、3枚やっていきます。まずね、争奪になることが大事で、もしならんかったら、トップ目指してね、経験値を、取っていきたいね。では早速ね、マッチング、なるかな。エントリーが2人、まあ、前回はね、非常にいい感じにトップ取れたんですけど、前回の動画では。今回もね、あんな感じでうまくいけばいいんですけどね。さあ、エントリーにならない。お、来ましたね。まず争奪になるかどうか。どうだ、ならないならないし、数字弾しかいない。10弾と7弾、数字弾の戦い。さあ、なんとかここはじゃあトップ取りたいよね。僕はおやすね。ちいちゃから始まってます。ペイが暗号。うん、手はいい方かな。手はいい方ですね。ペイが出ました。おお、いいね。青はいいっすよ、これ。どうしてでも青使いたいな。青短期にしてでも使いたいね。いいシャンテン。レアムパーピンで青短期のトンパイ。どうすっかな、ここは。スーピンね、置いてる方がいいんですけどね、ほんまは。青をでもどうしても使いたいから、スーピンを切りましょう。レアムパー引いたら、ペイの闇で待とうかな。青短期で。レアムパーピン引いたらね。もし、ウーパーソーとか引いたら、もう、青切りリーチでもいいかな。スーピン来たわ。スーピン来てしまった。テンパイ取れとったね。レアムパー引かへんかな。ローソー。いやー、ちょっとずれてるよね。来た。ここはもう闇点で、青短期で待ちます。うわー、マジか。マジっすか。青バックで。マジか、でかいわ、それ。マンガン。いやー、マジっすか。パーソー当たるか。ウーソー、今のウーパーソーか。ちょっとマジよく見てなかったけど、ウーソーでも当たってたよね。あー、それやったらもう、青切りリーチが正解やったのかな。まあ、でも青がね、暗黒やとは思わんすよね。ここはしっかり巻き返さないとあかん。親がもう流れてもうたんでね、僕の。ピンズに寄せたいな、これ。一通がちょっとね、できにくい形になってるから、この一通。三ピンを引かなあかんからね、どうしても。数層はいいですね。イーシャンテンですけど、一通のイーシャンテンですけど、三ピンをどうしても引かなあかんのがちょっと辛いな。三ピンコンかな。シャーか。9ピンはね、切っといてもいいかなと思う。あ、パーピン来た。そうそう、今言おうとしたんですよ。9ピンを切っといてもいいかなと思ったけど、もしパーピン引いたらこういう形になるから、そのために9ピンは置いてました、ずっと。うお、パーピン2連続引き、やばい。ただテンパイしないと意味ないからね。こんなドラいっぱい持ってても結局テンパイしない意味ないから、上がれない意味ないですもんね。あー、無理かな、厳しいかな。3ピン、サブローピン、チーピン、9ピンあたり。リーチ入った、親リー。厳しいね、ちょっと。展開的に非常に厳しい。E ピンもね、行きにくいな。チーピン切ろう。即ズモかーい。マジか。いやー、やばい。リー即ズモ、ドライチ、マンガンはあるね。うわー、もうこれはあかんでー。もうこれはあかんてー。もう、これはあかんなー。これか、これか、MJ の。数字弾の時にね、めちゃめちゃこう上がれる時期があるんですけど、今その状態入ってるよね、絶対。バカボンさんがノリに乗ってますよ。いやー、今のはあかんやろ。即相撲で裏3枚乗るのはもう、ほんまにノリに乗ってるよね。ここはもうなんとかラスを避けなあかんっていう感じになってきた。ここまで来ると。手はいいんですけどね、さっきから。ただテンパイしてないからな、さっきのも。さあ、ノリに乗ってるバカボンさんは、
青もドイツで持ってますね。いいシャンテンですけど、ピンズに寄せていってもね、あ、ローソー来た。ピンズに寄せていってもいい気もするけど、ちょっと遅いかな、でもそれやと。3ピン、ポーン。ああ、テンパイしたな。チートイツか。とりあえずチートイツ受けましょうか。タイヤのチートイツ。とりあえず、ね、9ピンか。いや、タイヤはやっぱ優先しようか。9ピンの方が上がりやすいですけどね。チャッソ。ローピンはちょっとね、しんどいかな。リャンピンとか、これ暗行めっちゃ暗行になるやん。これ、スーワンいけたんじゃない、むしろ。リャンソーの方が出やすそうやけど、ローピンを切るのがちょっと怖いな。ちょっとローピン怖いんでね。この、親に対してね。ほら、リャンソーの方が上がりやすいんですよ。確実に。今出てるからね。カン！あー、リャンソーそこにもあった。カンするか。リーチ、いや、ローピンでは行きにくいな。リーチ行きたいけど。これ、スーワン行けたな、マジで。ローソーまで来たわ。ちょっと待って、何ションパイ ?1 枚見え、ドラフォーに1枚。行こう。うん。あ、なん出てきた。なんでリーチやったか。あかんか、これローピン、ほら、あー、もうローピン通ってるやん。うわなんでリーチやったな。いやー、今のはちょっとビビってもうだな。ローピン切りリーチでよかったね、南町の。これ手が本でめちゃめちゃ悪いわ。何これ、チートイツしかもう行かれへんような手やな、これ。チートイツしか行かれへんのじゃない、なんなんこれ。青とチュンをどうしてもくっつけたいな、こうなると。ほらチートイツっぽくなってきた、マジで。さっきもですけど、今回もまたチートイツっぽくなってきましたね。チュンがもう2枚切れてる。チートイで行くか、もうこれやったら。もう一枚でも引かなね、話ならんな。パーソ切ろ。いや、親早そうやで、ほら。もう考えてるもん、だいぶ。嘘か。急走切ろ。急走ポン。急走ポン。嘘きたね。イーシャンテン。イーソーとそか。またこれローピンになってくるんかな。シャー。シャー、2枚見えてる。トン？これ、後付けじゃないの？後付け集がすごいけど。ローピン出てきた。カン。テンパイしたらもうリーチやな、これは。数層ね。びっくりするわ。ローピン手出し2枚。よし、来た、行け。マジかよ、もうそれはあかんて。もう運が悪い、ほんまに。運が悪い。ああ。1巡前なら通ってるんですよ、ローピンは。テンパイそっくりの速で打ったら今、最悪やな、状況的には。いや、今の青も行かれへんし、ローピン切りで良かったと思うけどね。結果的にでもローピンが当たるっていうね、ちょっと流れも非常に悪いな。非常に流れが悪いんで、なんとか難入して僕の親まで回さないと非常にやばくなってきた。そもそもね、チートイツがね、僕ね、好きじゃないんですよね、やっぱり。チートイツ。さっきのもそうやけど、チートイはね、ほんまに、なんか、あんまりかな。まあ、土屋さんに怒られるっすね。この MJ の解説もしてるよね、土屋さんって。土屋さんはチートイツ大好きなんですけど、僕はね、チートイツは、なんかね、しっくりこないんですよ。待ってる時も。確信できないし。さあ、ここはリーチ入るよね。もうこれ打ったら終わりなんで、絶対打たれへん。いやー、青は泣かない。
厳しいな、ほんまに、ほんまに厳しい。3ピンは通るでしょう。これ厳しいな。いいピンね、筋やけど。いや、筋とか信用できひんな、もうここまで来ると。青落とします。青落として。まあ普通に見たらね、ウーパーソーあたりかな、本線。ウーパーソー、まあスーチャッソーとかウーパーソーあたりやと思うんですけど、この E ピンとかもね、言うて危険っすよ、シャンポンの筋で。9ピンが通った。なんかまだチートイっぽいな、これ、ほんで。なんやこれ、あ、E ピン通ったね。ウーパーソーちゃうの、リャンウンソーか。リャンウンソーか。トイメンが、カンウーピンの一通のテンパイか。いや、やばいね、これ。さあ、この難入の僕の親で、ここで上がらないとマジで終わり。うわー、手悪いわ。あ、でも2ピン入ったな。手はよろしくない。非常に。なんとしてでも上がりたい。ウーソー来ましたね。トーンは1枚見え。トーン切ろう。もうここはピンフテで。カンパーピン、カンリャンソー引いたら全然まだいける。よしよしよし、パーソーも有効牌やね。いいピン落とそうか。いや、いいソー落とそう。もうリャンソー嫌っていきます。よし、いいね。ここでいいピン落とそう。さあ、これは確実に上がりたい。チーピンは残しましょうか。もうここで青嫌います。リャンシャンテンやけど、ちょっと形悪いけど、まだでも広がっていく形やね、これは。リャンピン来てしもたな。よし、いいシャンテン。さあ、ここは何を切るか。酸素落とそうかな。酸素落として、カンパーピンの、お、これこれ、完璧。最終形、よし。完璧です。これはマジ完璧。老朽層ね、リーピン、ドラニー。この形を目指してやってきたので、しっかり上がりたい。同級層、よっしゃー、とりあえず満願。B ピンに、さあ、裏乗ってくれていいよ。ウーソーかチーピン乗れば。乗れ、よいしょ、あー、1個。1個じゃあかんねんな。1個じゃダメ。まあでも、とりあえず親マンで場をつなげて、ここで逆転の手が、はい。うおー、いけんちゃうか、これは。単品系やね。いいよ。いい感じですが、トーンは置いとこうか。ね、チャスト切ろう。単品系なんでね、ここもしっかり、よしよしよし、いいペコできた。よっしゃ。いいソードソかも。早くテンパイしたいな、これは。よっしゃ、いいよ。タンヤオイペコドライチ。とりあえずこれはね、ピンフまで、ピンフに行くまでは闇で待ちます。ウーピンローピン3ピン引いたな。これでイースーピンか。イースーピンで行こうか。いや、ちょっと待って、こっちか、こっちやな。よし、うん、もあ、こっちか。スーチーピンで2ペやん、これ。危ない危ない。イースーピンで行くとこやった。さあ、追っかけ来たよ。かい、来い来い来い。よっしゃー、即来たー。これ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 、メンタンピン即イーペイコードライチ。さあ、乗れ。ドラは乗らない。まあでもいいわ。ハネマン、ハネマン、ハネマン、ハネマン。よし、完璧やね、今の。てか、マチを間違うとこやったな。危ないね。イースーピンとかで行くとこやった。危なかった。リャンペイの目やったのにね。今のリャンペイやったらもう逆転してたんじゃないの、バイマンで。あ、逆転はしてないか。まあでもだいぶ巻き返しましたよ。だいぶ巻き返したんで、しっかり上がりたいな。もう一回上がればもうトップ見えてくるんで。あー、またチートイっぽくなってきた。もうチートイ嫌やって言ってるとこにチートイっぽくなってきた。まあテンパイできたらいいんですけど、チートイでも。テンパイするまでもね、ちょっとしんどいんでね。チャッソや。鎮逸の目も見ながら急走な、欲しいな。うおー、テンパイした。チートイで行ったろかな、マジで。
チートイで行ったろか。行け。ウーピンやウーピン。もうこんなもん強気にウーピンでリーチや。ほら出た速来たー。リー速チートイドライチ。頼む乗れ。乗れ。乗れ。よっしゃ逆転。来たー。跳ねまで逆転やろこれ。来たー。気持ちよすぎる。あー。射精しそうや。射精しそう、マジで。いやー、これはやったったな。これはもう、ウーピンで正解やったな。やっぱ、赤ウーピンもあるし、もうどうせ勝負行くんやったら一緒やからね。何切ろうが。なんで、これはもう、綺麗に逆転できましたね。まあ、一時期ほんまに、ラス目やったけど、なんとか親で巻き返しました。危なかったね、ほんまに。まあ、でも、元気はないんで、まあ、こんな感じで経験値を、どんどん貯めていきましょうか。まあ、次回ぜひね、商談目指してやっていきます。では、今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。